昔こんな話を聞いたことがある。ある家で雪のように白い綺麗なつがいの鳥が飼われていた。2羽はとても仲良しで、何をするにしてもいつも一緒。餌を食べるときも、水を飲むときも、眠るときも、泊まり木の上で休むときも、カゴの中、小さな体を寄り添わせる二つの命は、彼らだけの世界で、彼らだけの時間を過ごす。だけどある時、片方の鳥が病で命を落としてしまう。後に残されたのは一羽だけ。その後はカゴの中でずっと一羽だけで生きていった。その話を聞いた時、私は涙を流した。命を落とした鳥がかわいそうだった。後に残された鳥が哀れだった。今でも思う。先に行った方と後に残された方、どちらが不幸せだったのだろう。今日も雨か。6月に入ってからもう何日も雨が降り続いている。アウトドア好きでもないけれど、ずっと部屋の中で過ごす日々は気がめいる。それに加えて、私の頭を悩ませる出来事がある。昨日携帯に来た一本のメールだ。今年の初め、スズを探す時に再会した二宮さんからだった。メールの内容は高校受験に関することだ。二宮さんがバスケ部の OB から聞いた情報で、近々四国に女子バスケットリーグが発足するらしい。だからバスケの強豪高校に入って正式に復帰したらということだった。二宮さんもその高校を受験するつもりらしい。どうしたものかな。私がバスケ部を辞めたのは、続けていても将来の私の力、生きるために役立つ力にならないと思ったからだ。でも、もし本当にバスケリーグができるなら、将来的にバスケで家計を支えることができるなら、私にとってそれは役立つ力になる。電話か。知らない番号。もしもし。あ、リリのお父さんですか。え、ずっと雨ばっかり。これじゃ外に出ることもできないわ。おかげで高島様の同人誌を作ったり、ファンイラストをネットにアップしたり、高島様の名前を SNS で検索していいねを押しまくることしかできないじゃない。今月に入ってもう同人誌2冊も作っちゃったし。はあ。というか、あのことも考えないとね。この前の同人誌即売会で、私は高島優奈様の巫女烏丸久美子様に会った。その時、私は烏丸様から思いもよらない提案を受けた。中学卒業後、大社に入らないかという話だ。もちろんすぐに大社で働くわけじゃなくて、
大社の中で勉強して将来的に神官を目指すということになるらしい。大社に入れば高島様のことをもっと深く知ることができる。でもなんで烏丸様は私にそんな提案をしてきたんだろう。大社の神官がどんな人たちなのか詳しく知らないけど、そういうのってすごく頭のいいエリートとか神社の関係者とかもっと特別な人がなるんじゃないのかな。ああ、ゆずきちゃん。はい、もしもし。あ、リリーちゃんが入院した。わかった、私も今から病院に行くわ。思えばあの頃私たちは気づいていなかった。私たち3人が屈託なく笑って過ごせる時間がどれほど貴重で限られたものかということに。勇者シーブン、不要優奈は語り部となる朗読劇カルペディエム。リリー、大丈夫か？リリちゃん、しっかり！高島様のことを思い浮かべればすぐに元気になれるわ！ふむふむ、やはり乃木若葉様クローン影武者説には根拠があったね。この雑誌モーの考察は実に論旨明瞭。え？リリちゃん？つまりはシュレディンガーの乃木若葉というわけか。リリー！うわ！ゆずきくんにすずくん？どうしてここに？どうしても何もあるか！リリちゃんが急に倒れて入院したって聞いたから慌てて来たのよ。え？ああ、もしかしてお父さんから連絡が行ったのかな？ああ、そうだよ。どうせ大げさに言ったんだろう。父は心配性なんだ。季節の変わり目だからね。ちょっと体調を崩しただけだよ。体調って…それならいいけど…それより、ゆずきくん、すずくん、いいところに来た！乃木若葉様に関する新たな真実が分かったんだ！早速調査しよう！いやいや、まだ入院してるのに何言ってるんだ？真実探求の方が重要だよ！あれ、誰か来た？お見舞い？あ、お父さん…その後、リリのお父さんは話があると言って、私とすずを…病室から連れ出した。彼は終始ためらうような表情を浮かべながらリリの体質のことを説明してくれた。私、リリちゃんの体のこと知らなかったよ。私はリリから聞いていたけど、普段のあいつを見ているせいで忘れてたの。リリは生まれつき体が弱い。それは家系的なものらしい。リリの母親も病で亡くなっている。循環器系、つまり心臓や血管の組織が脆く、いつ何の異常が発生するかわからない。体質的なものだから手術も難しく、そして完治させることもおそらくできないと。本来は激しい運動や長い時間動き回ったりすることも厳禁だって。そんなのいつもあいつと私たちでやってることじゃないか。だよね。私たちリリちゃんに悪いことしてたかな。リリのお父さんは娘の体調を不安に思いながらも、リリが楽しそうにしていたから勇者部の活動に口を出さなかったらしい。けれどさすがに今回のことで私たちにリリのことを伝えておきたくなったと、そう申し訳なさそうに言った。とにかく
しばらくは勇者部の活動はやめだ。リリの体調が治るまで。いや、その後もどうするのがいいか。うん、そうだね。勇者部の活動は楽しくなかったといえば嘘になるけれど、リリの体のことを考えたらもうやめた方がいいのかもしれない。では早速勇者部の活動を再開しよう。まずは乃木若葉様クローン説を探るために高知に遠征だ。おい、お前がやるって言い出すのかよ。え、何のこと？いやいや、あのね、リリちゃん、つい昨日まで入院してたんでしょ。いきなり遠征なんて、そんなことして大丈夫なの？しかもうどんは喉越しだとか言って一度も噛まずに全部飲んでるし。とにかくしばらく勇者部の活動は休んだ方がいいだろう。私は今日も意気健康。それに退院したってことは医者からのお墨付きをもらったということでもある。そうかもしれないけど、そんなに私は信用ないのか。闇上がりの人間をむやみに駆け回らせるわけにはいかない。ゆずきくんの心配性、問題ないと言っているだろう。まあ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 、リリーちゃん落ち着きましょう。とりあえず慎重に越したことはないんじゃない。でも人生は電光長路だ。止まっている時間なんかないんだよ。とにかく今はお前の活動には付き合えない。すずくんは？私もちょっとやめておこうかな。そんな、リリが一人じゃ活動しないということは今までの経験上分かっている。私と鈴が辞めるというなら、リリも勇者部の活動を休止するだろう。そう思っていた。翌日、私は市営体育館にいた。バスケ部の友人たちと練習をするためだ。シャトルラン、シュート練習、ドリブル練習、久しぶりに現役部員並みの練習をしたな。ゆずきくん、うわ、リリー、なんでここにいるんだ。そうかそうか、そういうことか。勇者部の活動をやめようと言い出したのはバスケ部の子たちのためだったんだね。もう私と勇者部の活動をするよりバスケ部の方が重要ってわけかな。いや、リリー、そういうことじゃない。お前の体を考えて。ゆずきくんがどこで何をしていようと、私はいつでも何度でもゆずきくんのところに現れるよ。君が私と一緒に活動してくれると言うまでね。お前は悪霊か何かかよ。その日、私は同人誌即売会に参加していた。はぁ、梅雨の間に書いた高島様本5種類も刊行してしまったわ。さて、今日は何人のお客様に高島様の素晴らしさを布教できるかしら。君が刊行した本、期間も含めて在庫すべて買い取ろうじゃないか。リリちゃん、いつからそこに。君が勇者部の活動をやめようと言い出したのは同人活動に専念するためか。そうかそうか。いや、そういうわけじゃないんだけど。だが本の在庫がなくなればもう高島優奈の布教はできないだろう。私は君が即売会に出るたびに何度でも現れ、在庫をすべて買い占め、君が諦めるまでね。悪魔、悪魔だ。リリー、
もうやめてくれ。バスケの練習をするたびにお前が現れて、私は周囲から変な目で見られてる。即売会に行っても画材を買いに行ってもコンビニにコピーしに行ってもリリちゃんがついてくる。もう無理。君たちが勇者部の活動をするというまで永遠無休に続けるよ。わかったわかったよ、降参だ。お前の活動に付き合うけど、すぐはダメだ。お前の体調が大丈夫だって、私が安心できるまではダメだ。そうよ、リリちゃん、ゆずきちゃんの気持ちも考えてあげて。心配してるのよ。わかった。妥協点を模索しようじゃないか。すぐには活動しないけど、次の活動日を決めよう。実はすでに考えてあるんだ。何？1学期の終わりに外泊研修がある。私たちの学校は伊吹島に行くのだけど、すずくんの学校も同じだろ。え、なんで知ってるの？日程も同じだと調査済みだ。おお。外泊研修というのは、同学年の生徒全員でホテルや旅館に泊まって数日間共同生活を送り、社会性を高めるという校外学習の一環だ。昔は修学旅行とか言われていたらしい。だったらもしかしたら現地で鈴とすれ違うこともあるかもな。そうね、そしたら挨拶でもするわ。いや、そんなことはしなくていい。え、無視しろってこと？それはちょっとひどくない？悪い顔をしてるな。怖いわよ、リリちゃん。いいかい、二人とも。挨拶ではなく、集合しよう！勇者部で！はぁ？これは天遊神女だ！伊吹島で勇者部の活動を行うんだよ！調べてみたところ、一説に伊吹島という島の名前の由来は伊木という機械旋盤の木らしい。木といえば四国民ならすぐに思いつくものがあるだろう。真珠様？そう、伊吹島にはもしかしたら真珠様の秘密につながる何かがあるかもしれない。それを調査するんだ。外泊研修が行われるのは1ヶ月後くらいか。どうかな。外泊研修は学校行事だから参加するのが当然だ。研修の合間に調査を行う、それくらいならいいだろう。まあそうね。わかったよ。ただしそれまでにお前の体調が一度でも悪くなったりしたら無理はさせないからな。長い雨が続いた6月が終わり、梅雨が明け7月になった。その間リリが再び体調を崩すことはなかった。あの時倒れて入院したのは本当にただの偶然だったのかもしれない。そう思うようになった。それは単なる私の願望だったのかもしれないけれど。そして7月初頭、伊吹島での外泊研修が始まった。おーい、リリちゃん、ゆずきちゃん、やってきたね、すずくん。時間ぴったりだな。よく抜け出せたな。私は律儀な性格だって言ったでしょ。約束は守るわ。クラスメートたちには生き別れの妹が伊吹島に住んでいるから会いに行ってくるって言っておいた。どんな言い訳だよ。さてさて、無駄話をしている時間はないよ。今回の外泊研修での時間は自由時間だよ。自由だな、うん、自由時間は今日の午後だけだ。早速調査を開始しよう。ところで何か調べるあてはあるのか。以前伊吹島の名前の由来が伊木だということは話したね。ええ。その伝承について文献を調べてみた。それによれば、およそ1200年以上も前、この島の近くの海に直径1メートル、全長30メートル以上もある巨大な流木が漂っていたという。30メートル？ゆずきちゃんより大きいじゃない！私を比較対象にするな。その流木は
不可思議な光を放ち、魚は恐れて集まらず、気味悪くなった漁師たちが何回もその木をよその方へ押し流した。けれどその度に木は再び島近くの海に流れてきた。しつこい木ね。ストーカーかよ。いや、伝承にそんなこと言われても、とにかく漁師はこのことをかの瞑想空海に伝えた。空海はその霊木を引き上げさせ、その木で多くの仏像を彫った。そしてこの島を不思議な木、すなわち異木を引き上げた島、異木島と名付けたそうだ。異木がなまって異木になったってこと？その通り。もちろん諸説あるうちの一説だけどね。光る巨大な樹木ね。まずは伊吹島の海辺を回る。異木の木片や万が一にでも動詞の木を見つけることができれば、今日白山の大発見だ。それじゃ勇者部出発、行くぞ。調べるべきはまず海の近く、海岸にその異木のかけらでも落ちていないか調べるんだ。何この地面を張ってる変な虫みたいなの、ジーだな。これは船虫だな。無害だから心配するな。人間が近づけば勝手に逃げていくから気にすることはない。それよりも海岸を全身全霊で探すんだ。なんで二人とも平気なの？メンタル強すぎじゃない？なんだこの巨大な椅子は。人間が使える大きさじゃない。これは異木で作られた椅子に違いない。いや、伊吹島のパンフレットによれば9世紀に作られたアート作品だ。ここはゴードの岩と呼ばれる場所だ。ゴードの由来には諸説あるが、ここに神様が祀られていた、という説もある。もしや異木と関係があるかもしれない。なんとか中に入れないものか。リーチ危ないって。穴の中は水で入れない。お前泳げないだろ。溺れたらゆずきくんが助けてくれ。やめろ。狂心動迫。伊吹島でハンバーガーが食べられるとは。ああ、9世紀から時期限定で販売されていた名物らしいわね。今は伊吹島を訪れる人が増えたから普段から販売されているって。はあ、伊吹島の名産、いりこを練り込んだバンズか。肉との相性も悪くない。何よりこの島の風景を見ながら食べることが最高の調味料。あー、猫。この島って本当に猫が多いわよね。よしよしよし、こっちへおいで。あ、ゆずきちゃんの方にしか行かないわね。この先には波切不動尊の祠がある。真下は海だ。不動尊の場所から海を見下ろせば何か見えるかもしれない。舗装された道じゃないな。リリもスズも足元に気をつけろよ。うわー、地面が F だらけだから足元なんて見れない。私たちは時間の許す限り伊吹島の海岸近くを探索し続けた。何もない。どこにも手がかりのかけらすらない。見つかったのは猫と船虫ばかりだったな。日も暮れてきたわね。地方先端、考えてみればそんな目立つ気があったらすぐに見つかって島の名物になっているに決まっているじゃないか。まあそりゃそうだな。ねえ、せっかくの久しぶりの勇者部活動だったのに。
だ。リリちゃんの顔ってどことなく高島様に似てるところあるし、同人誌を書く時の参考になるかなって。高島様の泣き顔なんて歴史の本や特番を見ても見つからないもんね。いい資料よ。お前いい性格してるな。私は転んでもただでは起きないわ。鼻が飛んでくる。そんな写真を参考に使わないでくれ。大浴場のお湯が体に染みる。日焼けのせいだな。夏に太陽の下で長い時間歩き回ってればこうなるか。痛い。しかしどうだったかな、ゆずきくん。今日は暑い中を半日歩き回ったけど、私の体調に問題はなかっただろう。ああ、確かに。鬼人天佑、私の体調について心配することなんて何もないのだよ。ところでいつも思うんだけど、お風呂に入っているとき背中を洗うのって難しくないかい？いや、そうは思わないけど。え、そうかな。ねえねえ、私がゆずきくんの背中を洗ってあげるから、君が私の背中を洗ってくれよ。はいはい、わかったよ。リリの言う通り、あいつの体調を心配する必要はないのかもしれない。誰だってたまには体調を崩す時もある。6月にリリが倒れたんだってただの偶然かもしれない。私はそう思い始めていた。私はゆずきくんやすずくんに自分の体に問題なんてないと示すことに躍起になっていた。なぜ私はそんなにムキになっているのだろう。芙蓉リリエンソールユーナは病弱で繊細だと、そんな風にゆずきくんやすずくんに思われるのが悔しかったからだろうか。私は夜の海岸に立っていた。周囲には誰もいない。聞こえるのは波の音だけ。夜の海はあらゆるものを飲み込んでしまう漆黒そのもののようで不気味だった。そしてその漆黒の彼方に何か鮮やかで綺麗でどこかまがまがしい光が見えた。なんだあの光。夜光虫？確か伊吹島の海には夜光虫が発生するらしいけど、いや、あれは光る流木？夢？何だったんだ、やけに現実感のある、まるで胡蝶の夢。おいリリー、どういうことだ。ゆずきくんの声がなぜか下から聞こえてくる。お前が私の上に乗っかってるからだ。え、うわあ、ごめんゆずきくん、すぐに降りるよ。どういう寝相の悪さだ。第一、お前の部屋は別の部屋だろ。わからない、なぜ私はここにいるのか、なぜゆずきくんの布団の上で寝ていたのか。
大丈夫か？お前。リリちゃん、熱を悪すぎ。悪いことではないよ、佐々くん。私は頑固じくじ。ゆずきくんのクラスメイトたちからも笑われて大恥をかいたのだからね。笑われてたっていうより微笑まれてたって感じだけどね。リリちゃんは子供だから寝相が悪いんだなって思われてそう。私は子供じゃない。それにしても外泊研修は無事に終わってよかったわよ。リリちゃんも体調を崩すことはなかったし。そうだろうそうだろう。私の体はこの通り健康そのものだ。それが分かったら早速勇者部の活動を再開しよう。もうすぐ夏休みだ。長期休暇を有効活用し、四国の記録を不幸枚挙に集め。あ、ごめん、夏休み中はあんまり時間がなくて。じゃあ、ゆずきくんは？ああ、私もちょっとな。そんな！というか、私たちはもう受験生だ。夏休みだって、勉強であんまり遊んでいる暇はないだろう。勉強なんてしなくたって、適当ないい高校にくらい入れるだろう。こいつ、ナチュラルに天才発言を。そういえば、リリちゃんってすごく成績いいんだったっけ。とにかく、週に1回くらいだったら付き合えるけど、夏休み中ずっとってのは無理だ。うん、私もゆずきちゃんに賛成。一曲休戦、仕方ない。じゃあとりあえず、夏休み1回目の活動日を決めよう。活動内容はその日までに考えておくよ。オッケー。ああ、わかったよ。それでは、今日は解散だ。私はこれから図書館にやっていくからここで。あんまり遅くなってお父さんに心配かけるなよ。一致半解。それじゃあね。一致半解。今ネットで検索してみたけど、知ってるけど理解してないって意味みたい。あいつは。ねえゆずきちゃん、夏休みの間は勉強で暇がないって言ってたけど、どこの高校を受験するつもりなの？ああ、県外のバスケ部が強い高校を受けようかなって思ってる。おお、じゃあ高校でバスケに復帰するんだ。そのつもりだ。そっか、もう3年の夏だし、志望校も決まってて当然だよね。なんだよ、お前は違うのか？私、実は大社に入らないかって誘われてるの。え、大社？大きな声を出さないで。ああ、ごめん。こういうことってあんまり人に聞かれていいのかわからないし。そうだな。けど、誘われてるってどういうことだ？よく知らないけど、大社って勧誘で入るものなのか？ちょっと前に烏丸久美子様に会って、大社に入らないかって言われたのよ。烏丸ってあれか、あの怖そうなおばさんか。失礼よ。烏丸様はあの高島様の巫女、知的で気品あふれる素敵な女性よ。おお、そうだな。やっぱり鈴は高島優奈に関わることだと温度が変わるな。もちろんすぐに大社で働くってわけじゃないわ。付属の学校で高校の勉強と神職の勉強をして、いずれ神官になるってコースらしいけど。何かあるのか？お前なら高島様に近づけるって喜びそうな気がするけど。最初はそう思ったわよ。いつか高島様と同一化するという、私の夢に一歩近づけるって。なんだその夢。でも、なんで私なんだろうって思って。勇者様や巫女様みたいに特別な力を持ってるわけでもないし、頭がいいわけでもないし。大社といえば国の中枢よ。そんなエリートコースに行けるような人間じゃないわ。まあ大社なんて雲の上の話だしな。夏休みの間は烏丸様の下で大社とか神職に関することを勉強して、それで決めようと思うの。
なんだよ、スズもしっかり将来を考えてるじゃないか。そうかな。リリちゃんはどうなんだろう。あいつは何も考えてなさそうな気がするな。リリちゃんの場合は未来のことよりも今目の前のことに一生懸命なのよ。先のことをくよくよ考えるよりそういう生き方ができる方が羨ましい。けどあいつの場合は、いや、そうかもしれないな。リリの場合は今を懸命に生きているというよりどこか焦っているようにも見える。少しだけ危うい感じがするんだよ。よし、図書館の閉館まで頑張った甲斐があったよ。夏休みの勇者部活動予定表完成だ。家に着いたらこれをゆずきくんとすずくんにメールで送って意見を聞こう。さすがに疲れたな。一息ついて私は川の水面の向こうを見た。私の家の近くには斉田川という川が流れていて、その川は瀬戸内海に流れ込んでいる。この川の流れ、水の流れは四国を囲む壁ができる以前からずっと同じく続いているのだろう。温度差がある。ゆずきくんやすずくんと私との間に、私だってバカじゃない。空気の違いに気づいているさ。でも、ああ、もうなんでだ、なんでこうなるんだ、なんで。つい半年前までは私とゆずきくんとすずくんの足並みは揃っていた。みんなが一緒に並んで歩いていた。でも今は違う。仕方ない、仕方ないことだ。でも、うん、兼任可決、開花自身、嘆かず前を向こう、きっと。あれ、息が苦しい。急に目の前が暗く。外泊研修でずっと歩き回ってたことも。違う、勇者部の活動は関係ないよ。体調が崩れたのはたまたまさ。夏の暑さのせいでバテることくらい誰にでもあるだろう。けど、とにかくリリちゃんはしばらく安静にすること。勇者部の活動はリリちゃんの体が良くなってからどうするか考えようよ。その夜リリからメールが届いた。夏休みの勇者部活動予定表は、あいつまだ体も治ってないくせにこんなものを送ってきて。お前の体が大丈夫だったら付き合ってやってもいいって返信しておくか。けれどその後夏休みに入り
7月が終わり、8月の半ばになっても勇者部の活動が行われることは一度もなかった。外泊研修後に倒れて以来、リリちゃんの体は全然良くならなかった。少し調子が良くなったかと思えば体調を崩す、そんな状態を繰り返した。リリちゃんのお父さんもすごく心配していた。病院で検査してもらったけど、持病の悪化というわけではないらしい。原因ははっきりしない。疲れ、夏の暑さによるもの、ストレス、はっきりとしたことは分からず、結局様子を見るしかないという結論になってしまう。来週こそはきっと体を治して勇者部の活動を行うからね。やめとけって。少なくとも夏休みの間は。リリちゃん、無理しちゃダメだよ。けど、まずお前の体を治すことからだ。四国の調査はいつだってできるだろう。ここにいると母のことを思い出すんだ。リリちゃんのお母さん？うん。亡くなるまでずっと入退院を繰り返していた。私は毎日のように面会に来て母のそばにいた。退院したら父と母と私の三人でどこかに遊びに行こうって何度も言ってくれた。でも結局、リリちゃん、病室の小さな窓からずっと外を見ていた。今の私も同じだ。違うだろ、バカ！バカ？アホ！お前は持病が悪化したってわけじゃないだろ！お前のお母さんの状況とは違う！お前はただ体調不良が続いているだけだ。不治の病じゃないんだ！たったそれだけのことで弱気になりやがって！だからお前はアホなんだ！ひどいよ、ゆずきくん。ゆずきちゃん言いすぎよ、こんな子供に。子供じゃないけど。とにかく今の状況なんて全然大したことじゃないんだよ。暑さで体が弱ってるだけだ。すぐに治る、心配するな。ゆずきくん、私はもう帰る。勉強とバスケの練習もしないといけないし。ゆずきちゃん、ちょっと待ってよ。翌日からゆずきちゃんはリリちゃんの病室に来なくなった。こんにちは、すずちゃんがお見舞いに来たわよ。すずくん、ごめんね、毎日来れたらいいんだけど。すずくんの家は遠いんだから無理はしないでくれ。ゆずきちゃんは今日も来てないの？そうだね。まあ、ゆずきくんも忙しいだろうし。うん、そっか。あ、そうだ、リリちゃん、体調はどう？調子は戻ってきた？そうだね。実は昨日一度退院したんだけど、また家で倒れちゃって。そっか。まだ本調子には程遠いみたいだ。大丈夫、深刻に考えないで。ほら、最近は夏で毎日猛暑だし、熱中症みたいになっちゃったのよ、きっと。室内にいたけど。熱中症はダメルだ。室内にいてもなることあるわ。私は同人誌を書いてる最中に死にかけたわよ。あ、はい。だからね、心配しすぎることはないわ。どうせ8月は暑すぎてあんまり外にも行けないし、勇者部の活動はもっと涼しくなってからでもいいじゃない。あ、そうだね。うんうん、そうそう。なんだかちょっと疲れちゃったな。無理しないで、
横になってて。うん、ありがとう。私、ゆずきくんに呆れられちゃったかな。え？ゆずきくん来ないしね。また外れた。ああ、惜しかったね。もう少しでゴールに入ったのに。すず、いつからそこにいたんだ。今来たばかりよ。ゆずきちゃんがさっきシュートを打つ前から。そっか、じゃあ情けないところを見せずに済んだ。どういうこと？今日はずっとシュートの練習してるんだけど全然入らなくてな。ねえ、ゆずきちゃん、最近リリちゃんのお見舞いに来てないね。そうだな、勉強とバスケの練習で忙しいし。私が言ってもリリが良くなるわけじゃない。そんなこと言ってるけど、バスケの練習にも集中できてないみたいだけど。私は結局何もできないんだな。え？私は昔、自分が特別な人間じゃないってことを嫌ってほど思い知らされた。その時も吐きそうなほど悔しかったけど、今はその時よりも悔しい。あの時の悔しさは所詮私だけの問題だった。私が自分のことで落ち込んだだけだ。でも今は友達のために何もできないんだ。その方がよっぽど苦しいし悔しい。あいつがどれだけ勇者部の活動をしたいって望んでいるか分かってる。でも何もしてやれない。だからリリちゃんに会えない。あいつに会うと自分が何もできないことを思い知らされるだけで、きつい。バッカじゃないの。何？リリちゃんはアホだけど、ゆずきちゃんは真面目バカだわ。ゆずきちゃんは見た目も言葉もクールっぽいのに中身は本当にバカよね。脳筋読んだ。言い過ぎだろ。何もできないなんて当然じゃない。私たちは子供なのよ。医者でもないし神様でもない。私たちみたいな子供にそんな特別なことができたら、その方がいびつだわ。子供は何もできなくてもいいの。けど何もできなくていいから、リリちゃんのそばにいてあげて。リリちゃんの一番の親友はゆずきちゃんなんだから。ゆずきちゃんがいないことがリリちゃんにとって一番悲しいんだから。私見てられないよ、リリちゃんとゆずきちゃんが気まずくなってるなんて。私たち3人で優勝じゃない。すず、そうだよな。今一番つらいのはリリ自身なんだ。私は何もできないけど友達としてそばにいられる。今からあいつの病院に行ってくる。うん、ありがとうゆずきちゃん。お見舞いに来たぞ。リリちゃん、あれ、いない。え、リリは病室から姿を消した。行方不明になったリリを病院のスタッフも必死に探してくれたが、どこにも見つからなかった。
学校の連絡網を使って全生徒に情報を呼びかけたが、やはり行方はわからない。その日のうちに警察へ捜索届も出された。リリが姿を消して丸一日か。誘拐とかかな、それか事故で。いや、楽観的な予測だけど、私はあいつ自身に何か致命的なことが起こったわけじゃないと思う。どうしてわかるの？鈴には話してなかったっけ？リリには生まれた時から大社の監視がついてるんだよ。なんで？ユーナだから？わからない。私も名前はユーナだけど、私は監視されてたわけじゃないらしい。前に上里様がそう言っていたんだ。上里様が？リリは多分大社にとって何か特別な存在なんだ。今も大社はリリがどこにいるのか知っているんじゃないか。もし命に関わるようなことがあったら大社が動いていると思う。そっか。でもだったらなんで行方不明になってるのを放置してるんだろう。わからない。そもそもリリが幼い頃、社会的に辛い境遇に置かれていた時も大社はそれを放置していた。あいつは大社に守られてるってわけじゃないのかもしれない。大社はリリちゃんの行方を知っているか。そうだ、スズ、お前大社と連絡を取り合っているんだよな。だったらリリのことを探してもらえないのか。うん、私もそう思ったんだけど。だけど私が連絡を取り合ってるのって烏丸久美子様だけなの。それがちょっと前から連絡が取れなくなって。なんでだ。別に私が変なことを言ったとか失礼なことをしたとかじゃないわよ。まあ、ちょっとたくさん高島様のことを話しすぎたかもしれないけど、何の前触れもなく突然メールも返ってこなくなるし、電話も通じなくなって。大社に頼ることはできないってわけか。うん。でも烏丸様が言っていたことで気になることがあった。横手まつりの娘なら私には。さっきのは近くに落ちたの。雷。え、どうした。何これ。何がだ。おい、すず。どうしたんだよ、大丈夫か。うん、大丈夫。ごめん、私そろそろ帰るね。ああ、そうだな。雨が強いから気をつける。うん。あいつ、何かあったのかな。急いで帰らないと。烏丸様が言っていたことがある。私が横手まつりの娘なら私には人を助けられる力がある。もし何かおかしなことが起こったらお前の母を一番に頼れって。翌日になってもまだリリの行方については何もわからなかった。電話、鈴からか。もしもし。家崎ちゃん、今から1時間後に関音寺港に来て。私もそこに向かってるから。関音寺港。ああ、詳しくはそこで話せ。何なんだ一体。私は鈴に言われた通り関音寺港へ来た。時間はすでに18時過ぎ。周囲を見回したけど鈴の姿はなかった。港には伊吹島行きの船が止まっている。多分今日最後の便だろう。おい、矢崎ちゃん。鈴。よかった、間に合った。一体どうしたんだよ。今から伊吹島へ再上陸。
昨日、神のお告げがあったのよ。お前、ついに頭がおかしくなった。違うって、本当なのよ。私はゆずきちゃんに、昨日、自分の身に起こったことを話した。ゆずきちゃんの家にいたとき、何か不思議なイメージのようなものが頭に浮かんだこと、そのことについてお母さんに聞いてみたこと。お母さんはなぜか表情を曇らせながらも、私から聞いたイメージをもとに一枚の絵を描いてくれた。風景の絵だけど、これって伊吹島の海岸よね。このイリコ漁船用の浮き桟橋、確かに見覚えがあるな。お母さんがここに行ってみなさいって言ったの。ここに行けばきっと何かがわかるって。お前のお母さんは一体何者なんだ。普通の絵本作家だと思うけど、毎日お野菜が高くなったとか、ガタガタいわ、電気代も高いしとか嘆いてるただのおばさんよ。やってることが超能力者みたいなんだが。もう島に着くわ。この絵に描かれた場所に行ってみましょう。ずっとまどろみの中にいる。自分が見ているものは夢なのか現実なのかわからない。私はゆずきくんとすずくんと一緒に歩いている。私は屈託なく笑っているけれど、何かを忘れているような気がする。何を忘れているのかわからないまま、私は歩き続ける。そして突然、私は忘れていたものを思い出す。その瞬間、足が止まる。前に進もうと思うのに、体が動かない。隣にいたゆずきくんとすずくんは、止まってしまった私に気づかず歩いていってしまう。なんでこうなってしまうんだ。なんで私はこうなんだ。ゆずきくんとすずくんが言ってしまう。悔しい、悲しい、苦しい。なんで。もう完全に日が暮れたな。危ないから足元に気をつけろよ。わかってる。見比べて、多分この海岸ね、夜だから雰囲気が違うけど、漁船用の浮き桟橋とか海岸のすぐそばの入り場とかそっくりよ。本当にここに何かあるのか。わからない。私の頭に浮かんだイメージっぽいものも、お母さんが描いた絵も、何の意味があるのかよく理解できてないし。どうしたの？あそこにいるのはリリー。本当だ、リリーちゃんだ。行ってみよう。リリー、お前なんでこんなところにいるんだよ。今まで何してたの？心配したんだから。ねえリリーちゃん、聞いてる？なんか様子がおかしいぞ。リリーちゃん、しっかりして。帰るよ。帰らない。何？私はここにいる。私はどこにも行かない。おい、いい加減にしろ。私はどこにも行けない。急にあたりが真っ暗になり、海の向こうに見えた町の明かりも、波の音も、磯の匂いも消えた。なんだこれは。周囲に何もなくなって、自分がどこに立っているのかもわからなくなる。リリちゃんの姿もいつの間にか消えていた。
私はいつもゆずきくんやすずくんが憎かった。私には絶対に手が届かないものを持っている二人が本当に苛立たしかった。暗闇の中でリリの声だけが聞こえてくる。私にはずっと友達ができなかった。幼い頃は体が弱くて友達と遊べなかったし、その後は芸能活動で自由な時間がなかったから、私にとってはゆずきくん、すずくんが唯一の友達だ。でも彼女たちにとっては違う。彼女たちの周りにはいつも人がいる。二人には人を引きつける力がある。ゆずきくんとすずくんにとって私は大勢の中の一人に過ぎない。情念とでも言うのか。声に悲しみとやるせなさがこもっていた。私の体は生まれつき弱い。二人と同じくらい長く生きられるかわからない。生きられたとしてもきっと私は体の弱さが原因でいつか柚木くんや鈴くんと一緒に行動することはできなくなるだろう。きっと二人は立ち止まった私を置いて先に行ってしまう。また私は友達の背中を見ているだけだ。私はリリの苦しみを理解できていただろうか。リリは人から注目を集めやすい。見た目がいいし、声が大きいし、行動も突飛で目立つせいだ。だからリリと孤独という言葉が結びつきにくい。でも思えば、リリが私と鈴以外の同級生と話しているのを私は見たことがない。私たち勇者部の活動の中心はいつもリリちゃんだった。だから彼女だけが取り残されるとか想像もしたことがない。でももしリリちゃんがそんな不安を抱えていたら、私はその気持ちに全く気づいてなかった。リリと出会った頃、私はリリを一般人とは違う特別な存在で、力を持っていて何でもできる人間だと思っていた。あの頃私はリリを羨んでいたけど、本当リリだって特別な存在なんかじゃなくて、孤独と不安を抱えていて、私や他の友人たちを羨んでいたのかもしれない。本当はリリちゃんが一番孤独を怖がっていたのかもしれない。私たちはリリをずっと勘違いしていたんだろう。それを今理解できた。でもリリも私たちを勘違いしている。ふざけるなよ。立ち止まったお前を私たちが置いていくだって、そんなわけあるか。もしお前が立ち止まったら、動けなくなったら、私たちは待つ。いつまでだって待つに決まってるだろう。そんなの無理だよ。立ち止まった私はいつか普通の生活を送る君たちの足かせになる。邪魔になるに決まっている。リリちゃん、邪魔になるかどうかなんて決めるのは私たちよ。
私たちはリリちゃんと絶対に一緒にいる。リリちゃんが動けないなら肩を貸して歩くことだってできるよ。友達だから。1年前私はバスケから離れてずっと何をすればいいのか迷ってた。お前はやり方はめちゃくちゃだったけど、私が動き出すきっかけをくれた親友だ。それからも何度だって私はお前に背中を押された。私はリリちゃんと出会わなかったらお母さんとずっと心から話し合うことができなかったかもしれない。リリちゃんやゆずきちゃんと出会ってなかったら今みたいな楽しい日々だってなかった。ずっと大切な友達だよ。だから今度は私たちがお前の背中を支える。リリちゃんが歩けないなら私たちがそばにいる。ずっと一緒にいる。だから一緒に帰ろう。うずきくん、すずくん。また海岸に戻った。リリちゃんは ここはどこだ。病院じゃない。なんで私はこんなところに。リリちゃん。おいリリ、どこにいる。その声は矢崎くんと鈴くん。ここはどこだ。なぜ私はこんなところにいるんだ。私は誘拐されたのか。いやいやいや、そんなわけない。ってあれ、いつものリリちゃんに戻った。おいリリ、お前今までのこと覚えてないのか。うん、何がなんだか。そうか、でもよかった、お前が戻ってきて。うん、リリちゃんがいないと私たちは3人でずっと友達だから。なんで二人とも泣いているんだ。二人が泣いていたら私まで。私たちは三人で抱き合って泣いた。自分でもなんで泣いているのかわからない。でも涙が止まらなかった。リリちゃんも同じだったんだと思う。リリは病院から姿を消した後のことを全く覚えていなかった。あの事件は一体何だったのか結局何もわからない。そしてあの事件の後、リリの体調は毒が抜けるみたいに急激に回復していった。古木龍吟、剣道長来、視界覆面、不要リリエソール優奈、完全復活だ。四字熟語もマシマシで絶好調ね。あんまりはしゃいでるとまた倒れるぞ。そういえば昨日カラスマ様からメールが来たのよ。万事問題なく収まった、感謝するって。何のことだろう。感謝、まあいいじゃないか細かなことは。それより早速勇者部の活動だ。残りの夏休み全力で一気火星に行こう。たく、お前は病み上がりでも元気だな。リリちゃんはそうじゃなくちゃね。海に四国を取り囲む壁ができてからおよそ30年、私たちが広い世界を失ってからおよそ30年、この世界で暮らす全ての人々がきっと多かれ少なかれ未来の可能性を失った。私の体は人より弱い。私の命はきっと人より短い。壁のあるなしにかかわらず、未来の可能性は
少しだけ人より閉ざされているかもしれない。でもそれがどうした。今この瞬間に大切な仲間がいてくれれば、今この瞬間を何倍も濃密に生きることができれば、世界が狭くても未来が短くても、私の人生には十分すぎるほど意味がある。やがて中学最後の夏が終わり、秋が過ぎて冬が訪れ、中学生という時間を私たちは通り過ぎていった。高校生になっても私たちはずっと友達だ。もちろんいろいろなことがあった。リリちゃん、ゆずきちゃんと過ごす日々は毎日が楽しくて、一秒だって飽きる暇がない。何度も春、夏、秋、冬を越えて私たちの日々は進んでいく。そして来たわね。遅いよゆずきくん、15分の遅刻だ。すまない、次の試合のミーティングが長引いてな。今日と明日はこの後何も予定を入れてないから許してくれ。ゆずきちゃんも忙しいからね。この前の試合見たよ。チームのエースとして活躍してるわね。メンバーが強いんだよ。私はいつも助けてもらってるだけだ。すずこそ大社から2日も抜け出してよかったのか。まあ普通は許されないけど、私って結構優秀な新官だから、上里様からも気に入られてるし。私だって忙しかったんだよ。今は国立図書館で書籍データベースを作るのに配信暴食な日々を送っているからね。ああ知ってるよ。この前テレビでインタビュー受けてただろ。けどそんな忙しくて体は大丈夫なのか。室内での作業がほとんどだからね。外を動き回るよりはずっと楽さ。もし何か起こっても一緒に働いているスタッフが助けてくれる。さて時間は有限だ。早速行こうか。今日の調査先は太平洋側の島だよ。あれから随分と時間が過ぎ、私たちも大人になった。今のリリは在野の歴史研究家として、四国では少し知られた存在になっている。私は女子バスケットリーグのチームの一員として、そして鈴は大社の新官として、それぞれ忙しい日々を送っている。私は20代の半ば頃からあまり外に出ることができなくなった。最近は特に体力の衰えを感じる。けれど今でも私たちは1年に一度必ず集まって勇者部として活動を行う。集まる日は7月30日この狭い世界が始まった日。私たちの世界と時間はいつまで続くのかわからない。それでも私たちはこの世界に生きていく。さて今日も勇者部の活動を開始だ。まだまだ調べていないところは多いよ。